去年、一昨年コロナの時走ってて、スズメバチ2回も刺された。連続で同じ場所で、多分通り道だったよね。ここ刺されてる、ここ刺されてるから。すっごい、だけど俺はもう描いちゃうから。ガリ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 顔を受けても。で、なんかすっげえ黒いな、ビッターとこついて。石みたいに、うわぁ、これもう一生もんで、ずっとじいさんだった時も、あの時走ったかなって思うだろうなと思って。消えてた。もう、だ1年半ぐらいかな、もっとか。で、何思ったか。わぁ、俺はもう俺じゃない。この皮膚とかも全部生まれ変わっちゃってるわけ。だから俺らで作ってるものは何もない。だから俺の体なんかないじゃん。だから俺なんていない。じゃあ俺はどこって思っちゃう。こんなものはだって殻なんだね。これ変わってる毎日。前どんどん変わって、だから1年前の俺なんてここにいない。わかる？もういないの。じゃあ俺ってどこだよ。俺はこことここにしかいない。なんかもう顔はすらもいらなくなっちゃった。解放されちゃった。俺はこことここだけでいいんだみたいな。それだからさ、そういうなんかでもずーっと何でもいいけどずーっとそういうふうに考えてると、そういうふうに考えたからゆえの何かが見つかるじゃない。ああこういう考え方してきたからこうなったんだなとか、ね、でそのいつかそうなったものが自分をなんか落ち着かせるようなものだったらラッキーじゃない。ああそうやって考えてきた、どんな苦しかったとしてもよ、最後はこう考えてきたから今こういうふうに自分が入れるんだなとか、こう考えてきたからああ こんなふうに幸せになれたっていうのがあったらね。でなるべくそれがまあみんなほっといても人間が違うからそうなると思うけどさ、僕はいつも自分に言い聞かせて、それもね、なんで俺そういうこと思ったんだろうと思ったらやっぱりね、これは私だと思う。本、やっぱ本だと思う。俺をそうで考えさせた。あなたたちの年ぐらいの時から本を読み出した。読んだことなんだろうか。向こう行ってからかな、やっぱ日本語が恋しかったのかな。あのカセットテープで寅さんの映画をずっと聞いてたりとか、本をとにかく読むようになったな。でその時にやっぱり読んだ本が意外と起業家の人だったの本が多くって、で思ったのはさ、パイオニアであるとかがすごくいい、大事なんですよ。何でも要するにこの VR っていうのでも自分のものである、要するに自分が考えたもの、自分のものであるっていうことは年数を重ねて自分が年を取ってくると落ち着かせてくれる。なぜっていうと自分にしかできないから。分かる？自分のものだから。だからやっぱり模倣をしてるっていうことは非常に難しい。難しいというか、もちろんそうじゃない、要するにあなたじゃなくてもいいっていうことになる。ね、ま、なんか、まね、も、分かる。だからその辺をやっぱり、まあ、もちろんみんな好きな人がいるから、いろんなものをね、要するに習ったものを教えるとか、そういうことがもちろん好きなことがあるけど、あなたたちになるべく進めたいのは、せっかくここに来ていろんなものを勉強してるんですよ。いろんなものを勉強して、それは何かというと、その勉強したいろんなものの中に埋没するために学ぶんじゃない。あなたの独自の定義を作りなさい。そこであなたたちが何か独自のものをやって、それが例えばご飯の種になったら、それはすごい強い。あなたにしかできないんだから。分かる？あなたのもの、うん、だからそれを思ってたらいい。何やるんだ。だから舞踊でもそうなの。自分のやり方を見つけること、自分の体に合った自分の考え方とか自分のアプローチの仕方っていうものを獲得できたら、その教科書を教えられるよ。だってあなたのものだから。それ。だからいつもそう考えたら、そういう人がちょっと少ないんじゃないか。もう今みたいに特に何でもこうしてここから学んでって。やっぱりどっかでこう外出され、みんな知らない間に同じにされてるじゃないですかね。だからなんかいつも考えてた方がいいと思うよ、自分で。自分のやり方とか常に。なんでこの前言ったじゃん、サラダの話で。なんでとにかく自分のやる何か
そう思うよ。なんか料理してもうまくいったら、そこうまくいったからやるんじゃなくて、また考えるわけ、そっから。同じ方法でなんか違うものをこう入れてみたらどうなるのかとかさ、そうやって考えたことって全部自分のものじゃない。で、その自分のものが売りになるっていうのは、これはものすごく精神的に、衛生上非常にいいと思う。落ち着くっていうか、心がね、わかる。だから自分の代わりができないっていうようなこうものをさ、気づき上げていくっていうの。それは別に人から認められるためとかじゃない。自分のために、自分のやり方でやる。そのための自由。自由であることがそこに直結しないと、わかるでしょ。自由であることがさ、ただなんか、人の真似をして、だから誰でもできることをやる。もちろんそれはそれで、そこを選ぶならそれでいいんだけど、やっぱりみんなほら、自分が生きてきて、ある程度の時来たらば、そういうなんかアイデンティティみたいなものっていうのは必ず自分の中で求めるようになるんだよ。なんで自分がここにいるんだろうかな、こういうのにね。そういうさ、そういうことを考えると、今からだから本を読む、いろんな人、こういう読むね。要するに新しい道を切り開いていった人の話っていうの、そういうのをやっぱり読んだのでっていうのは、知らない間に影響されるんだよ。なるほどな、そういう。だから僕が読んだ本って、だから本田宗一郎さんってね、本田を作った人だ。あの人の本も何十冊って読んだけど、1973年版にカリフォルニア、アメリカのカリフォルニアで排気ガス規制の法律が出てくる。そう、日本もそれに習って排気ガス規制の法律を取り入れる。それは要するにエンジンっていうのはガソリンを燃やすじゃん。そのガソリンを燃やしたときに不燃なもの、ガソリンが燃え残ったカスっていうのが公害になるわけ。で、それをやっぱり世の中がひどくなってきちゃって、ロサンゼルスなんかもう今の、北京みたいに、もうすごい、日本もそうだったけど、排気ガス、スモック、僕、小学校の時なんかもう、排気ガス、スモックの警報で、だから校舎入りなさいって言われたくらい、日本も荒れてたからね。それで73年にその法律できたわけ。で、その時に世界中の自動車会社が、触媒って言って、要するにエンジンの中で燃え残らなかったが部分をもう一度エンジンに戻して燃やし直すみたいな、その機械のこと、触媒から、その触媒の開発にもう多大なお金を使ってたから、いろんな企業がもううちが一番初めに排気ガス規制をクリアするようなエンジンを作るっていうね。その時でホンダっていうのは四輪車の車では全然人気がなかったわけ。まだまだトヨタと、その時は日産だよね。日産が一番トヨタの独占みたいな。ホンダなんてもう全体の何パーセントか、2%、3% が車。その時に本田宗一郎は自分に知識が全然ないわけ、自動車の。だけど、ただ単純に彼が思ったのは、なんで世界中の企業がわざわざ燃え残ったガソリンをもう一回燃やす機械にそんなにお金を使ってんだろうと思った。初めから燃えるエンジンなんで作ろうとしないんだろうって。で、自分のところにいる社員の中でエリートの人たち集めて、ね、東大とかこういうね、で、ぶん殴ってって言ってね、やっぱね、ハンマーで、おめえら頭いいんだからやれっつって、それで、もう全然遅いと、バカ野郎、何やってんだって、ハンマーで殴られたって言うけど、今度はそういう人もね、でもみんなお姉さん、お姉さんって尊敬してされてたんだよね。で、世界で初めて CVCC ってホンダシビック車っていう車が世界で初めてその排気ガス規制をクリアするエンジンとして認められて、そこからホンダはものすごい有利で成功するようになったわけ。だから人が考えてないことを考えるわけよ。松下幸之助だってそうじゃん。あれなんていうの、タコなんかのコンセントなのな、いっぱいするやつ。あれもそうだろう。みんながコンセントが足んないからって、家にコンセント作んなきゃって言った時に、なんでそんなことするのみ。いや、要するにそれぐらい分かるよ。ものすごい、要するに一流の企業家はやっぱ芸術家なアーティストですよ。クリエイティブなの、とにかくものすごくクリエイティブなわけ、考え方。
だから逆に僕なんかに言わせれば芸術家の本を読む方がなんか逆をやっちゃってる。芸術家は今度は逆になんか高学歴みたいに見せたいみたいな本が多いよね。なんかインテレクチャルになっちゃってさ、わかる？なんかベクトルがどうのこうのとかさ、知らねえよそんなこと言ったらさ、感動させる人って思うんだけど、もうそういう風に言っちゃう。要するになんかコンプレックスなんだよね。芸術やってるってバカと思われてるみたいな。だからなんかもっと証明しなきゃみたいで、やたら難しい。読んでて面白くない、全然。読み物として。だけどやっぱ起業家の書く本っていうのはそういうなんか気のけらいがなくて、すっごくストレート。なんで自分がうまくいったかみたいな。いやいや、人と違うこと考えたから、諦めないで最後にやったからだよみたいな。それ 基本なことがさ書いてあってさ、読んでみたらいいと思う。絶対あるよ、図書館に。読む、よく読むかな、ケア本。必ずそういう話したら必ず見るのか。もう一度の本お願いします。読んでみる、やっぱりさすが。なんか違うと思うよ。まあもちろんコロで読んでも、スクリーンで読んでもいいかもしれないけど、なんか違う気がする。そう、その見てもらう。要するにこうではなくてさ、いろんなとこからちょっとこう、ね、あれして、で自分のやってることにこう使ってみるとかさ、ね、ありがとう、ね、お疲れ様。ありがとうございました。はい、お疲れ様。